日本に住んでいる永住外国人の1割が税金を納めていないのではという毎日新聞の記事についてお話ししたいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。はい、今回はですね、毎日新聞の記事をもとにお話をしたいと思います。というわけで早速ですね、その記事の方を出したいと思います。こちらなんですけれど、はい、永住者、税金など未納は1割、厳格化めぐり、国が初公表、ちょっと記事右に切れててすいません。はい。という記事が出ました。こちらですね、昨日ですね、5月8日に、ですね、衆議院の、法務委員会でね、話しされたことを元に書いて、いますということで、ちょっと記事のところですね、見ますね。ちょっと読み上げですね。永住者が税金や社会保険料を故意に支払わなかった場合に永住許可の取り消しを可能とする今国会で審議中の関連法改正案をめぐり、出入国在留管理庁は、8日の衆院法務委員会でサンプル調査の結果、永住者の未納割合が1割だったと初めて明らかにした。永住者の未納の統計もなく、法改正の根拠がないとする野党側の批判を踏まえたということで、まあ基本的には、ね、まあ野党側というと、まあ立憲民主党をはじめとするですね、まあちょっと、そういう、まあ野党なんですけれど、どちらかというとですね、外国人をどんどんね、日本に住ませたい、そういう意図をね、お持ちの方々なのかなと思いますが、まあ、これに関してですね、まあ、やっぱり、まあ、とりあえずね、永住外国人の方の、まあ、未納率はちょっと高いかなというところではありますが、一応ですね、私、こちらのね、委員会でのやり取りの方もね、直接チェックをさせていただきました。まあちょっともうちょっと毎日新聞のね、この記事のタイトルは、いささか、少し問題があるかなとは思いました。これね、ツイッターとかだと、永住者のところが永住権者とかになっててですね、確か多分、毎日新聞もね、批判が多くなってタイトル変えたんだと思いますよね。永住許可であって、永住権みたいな、そんなものはね、ないんじゃないかって、ツイッターの方ではね、叩かれてましたので、そういう批判を踏まえての、この方針なのかなと思いますが、委員会の方でね、ちょっとよく聞くとですね、これ、自民党のね、藤原隆議員がですね、質問されてるんですけれど、内容としてはですね、永住許可をですね、申請しているもののうち、どれだけね、租税効果を払っていないものがいるのかということで、その答弁がですね、申請者1825人、そのうち不許可になったのが556名で、そのうち不許可になったもののうち、未納だったのが235ということで、確かにね、不許可になった556のうち235が、未納だったということで、確かに問題ある人は、不許可に、というところはあるのかな。申請者のうち1825で、未納が235ということで、1割というのは、それはそれで間違ってはいないんですけど、そのうちですね、不許可になったもののうち、未納っていうのが、やっぱりね、半分近くということで、その辺は少しニュアンスは、若干変わってくるかなとは思いますけど、それでもね、1割とは言ってもやっぱりね、未納が若干多いのかなと。ね、日本人が真面目にね、支払ってて、1割払ってないって結構大変なことになると思いますけど、税金はね、そんなことないと思うんです。NHK 受信料はね、もう全然1割も、1割以上払っていない人いますけどね、はい、一応、ね、2割ぐらい、そこはいるんですけど、我々としてはね、NHK 受信料はね、もう払わない人をどんどん、増やせということでいいとは思いますが、ということでですね、ちょっと、衆議院の、やりとりをですね、ちょっと見てみたいと思います。ということで、ちょっと私の方も少しセッティングを、しますけれど、5月8日の昨日のですね、衆議院法務委員会で、藤原隆議員の、質問の冒頭ですかね、からですね、ちょっと最初の少しここ次に藤原隆君、お聞きいただければと思います。藤原君。藤原でございます。質問の時間をいただきましたので、山本委員に続きまして、私の方からも質問をさせていただきたいと思います。まず初めにお伺いをしたいのは、4月24日のこの法務委員会においてですね、永住者の方々の控訴効果の不払いに関して、入管庁の方から
まあ、一部自治体からの声や審査事例に関してのご説明がございました。そこでより具体的にですね、今般の法改正に向けてどのような調査を行い、どのような結果を得られたのかということの詳細についてお伺いをしたいと思います。出入国在留管理庁丸山次長、お答え申し上げます。従前から入管庁におきましては、一部の永住者が永住許可後に公的義務を履行しなくなる例があることを地方自治体の行為などを通じて把握しており、問題意識を有してきたところです。今般の永住許可制度の適正化の検討にあたり、令和5年11月から12月にかけて改めて複数の地方自治体から聞き取りを行ったところ、入管の手続き時に未納分を支払う者が多く、未納分を払う際も在留審査でチェックされる分だけを納付し、可燃度分を支払わないことが多い。永住許可の申請時に滞納分を支払い、その後再び滞納する永住者がいる。永住者の住民税や国民健康保険料などの納付状況を定期的に確認し、滞納しているのであれば永住許可の取り消しなどの対応が必要であるといった声をいただいたところです。また永住者全体の公的義務の履行状況を調査することは困難でございますが、当庁におきまして可能な範囲として、永住者の実施として出生した者による永住許可申請の審査記録において、永住者である扶養者による公的義務の不履行の有無を確認いたしました。その結果、令和5年1月から6月までに処分がなされた1825件のうち、許可がされなかった556件を精査したところ、235件について永住者による拘束効果の未納が確認されております。藤原君、ありがとうございました。すべてではない中で、まあ、永住者の方というのは、まあ、基本的に手続きを許可をやっていくわけではない中で、まあ、永住者の方に実施が、できた場合に、まあ、その方の永住許可申請と、それを、まあ、半年間、見てみて1825件チェックをしたところ、235件に控訴効果の不払いがあったというような説明だったと思いますが、ここ大事なところなので、もう一度その点についてですね、1825件中235件、そういう控訴効果の不払いがあったということでよろしいかどうか、答弁お願いします。丸山次長、お答え申し上げます。答弁重なりますが、1825件のうち精査したところ、235件について永住者による控訴効果の未納が確認されたということでございます。委員長、藤原君、ありがとうございます。まあ、1割強というところだと思いますが、まあ、実際にやってみたところそういうところがあったということであります。ただもちろんですね、控訴効果の支払いをしないことについてもそれぞれ、理由があったりすることもあるんだろうというふうに思っております。今回の法案におきましては、まあ、故意に控訴効果の支払いをしないことというのを、永住許可の、取り消し事由の一つとして新設をしているわけであります。この点についてはやはり議論があるところでございますが、そもそもここでいう故意ということの意味というものはですね、どういう意味になるのかと、認定になるのかというところについて、ご説明をお願いします。丸山次長、故意とは一般的に事故の行為から一定の結果が生じることを知りながらあえてその行為をすることを言うところ、ここでは支払い義務があることを認識しているにもかかわらずあえて支払いをしないということを言うものと考えております。はい、ということで、まあ、こんな感じでですね、まあ、委員会での、まあ、やり取りがなされていたわけで、ございます。まあ、ね、申請された1825人のうちですね、まあ、まあ、納めていない方が、まあ、235と、いうことで、まあ、とにかくね、それはそれで多いのかなと思います。まあ、故意に、まあ、払わないものに対してですね、今後、まあ、法改正で、ですね、強制送還、まあ、許可を、ね、取り消すことができるようにするという法案がですね、まあ、今審議中ということでございます。ちょっとこちらについては、まあ、NHK の記事もまあありますので、そちらをね、紹介したいと思います。故意に税金未納や、滞納を繰り返した場合、国が永住許可取り消しへということで、ございます。まあ、まあ、ここね、故意に関してはなかなか難しいところではないかなと思います。まあ、先ほどね、私
動画の方をね、途中でストップしましたけど、まあ、その故意に関してですね、少し、やりとり、ね、藤原議員と政府の方の、まあ、やりとりが、まあ、あったり、というところで、ございます。はい。まあ、ちょっとね、払いたくても、まあ、生活が苦しくて払えないみたいな、まあ、事情とかもね、まあ、ありますので、まあ、そこは、なかなか、まあ、結構難しいところだの、とは思いましたけれど、まあ、一方でですね、まあ、払わんぞ、みたいなね、人も、まあ、いるでしょうから、まあ、そこはね、そういう、まあ、結構悪質なところはね、取り締まることができたらいいのかな、とは思って、おります。はい。で、こちらに関してはですね、今回ね、審議されている、まあ、入管法については、まあ、いろいろな、ね、今回も、まあ、議論はあるとは思いますが、私としてはですね、ちょっと、やっぱり、税金払っていない方がちょっと多すぎるかなという気はしますので、まあ、次のね、来週明けの委員会でですね、この点については、ま、質問したいと思います。特に、まあ、国税庁ですね、ちょっとここを、なんとかならんかなというところではあります。ということで。まあ、あと、これ、今回のね、出入国在留管理庁については、もう、すべて、精査ができるわけじゃないということで、まあ、サンプル調査で、まあ、今回判明したわけなんですけど、まあ、ただね、税金という観点から言うと、ちょっとね、全員調査できないっていうのは、調査というか、まあ、義務のある方は全員払うべきだとは思いますので、まあ、そんな中、それでいいのかなっていう疑問はあったので、ちょっとそのあたりもですね、ちょっと政府の方にですね、ちょっと確認できたらとは思っています。まあ、委員会で質問することに関しては、ちょっと国税庁の方にね、もうちょっと、なんとかならんかっていう内容ですけれど、まあ、場合によってはね、ちょっといろいろと、先方と、政府の方とね、調整はしたいと思いますけど、とりあえずね、今、私の、まあ、感じている疑問であったり、問題意識というのがそんなところになります。ということで、まあ、今回はですね、ちょっと毎日新聞の、記事の、まあ、紹介、私の問題意識の紹介、もさせていただきました。まあ、永住者、税金など未納は1割、厳格化めぐり、国が、初公表ということで、ございました。まあ、ちょっとね、ツイッター上でも結構話題になっているニュースでありますので、まあ、皆さんの意見もお伺いできたらとは思います。はい、というわけで、今回は毎日新聞の記事でございました。はい、というわけで、あとね、藤原議員のね、質問のところも、質疑のところも紹介をさせていただきましたということで、以上です。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。NHK を